ここも緩んできたらこれも使おうかなと思うので、とりあえず、遊びでございます、ね、遊びなので真ん中までで止まります。だからあとはある程度このサスペンション、ね、動かしてもらってください。ひらずなつもりでやっていいので固まらないで曲がれないならあとうまく飛んでいいのか。やだやだ、飛んでる、やめて、あれれ、途中でたばくね、おお、かかんだ、おお、いいね、うん、危ないですね。いやいや怖スキーが向き変わらないと、ちょっと落ちた時にこのエッジが逆に邪魔したりするので、この体がよいしょっていく時には一緒にこの各部も少しそう向きがうまく変われれば、あと下に向いてさえしまえば山回りなんでそんなにこう難しくない。だからそこだけちょっと意識はしながら、だから耐えにくいなーなって時に少し上下も使っても全然構わないけど、体だけいかないで各部が回りスーッと下に向くようにちょっと意識します。あとはちょっとコブがあったところは少しサスペンションが変えればいい。この各部の向きを変えるのは、ね、各部を変えるのは、どうもありがとうございました。